1999年の阪神タイガースでは、1999年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1999年の阪神タイガースは、野村克也監督の1年目のシーズンである。1982年の安藤元監督就任以来、チームは OB 監督で通してきたが、ビリクラス体質の阪神を変えるべく、 熊俊二郎オーナーは前年までヤクルトの監督だった野村克也を新監督に昇平。野村新監督はヘッドコーチに南海時代の教え子で、ヤクルトでもヘッドコーチを務めた松井優天を打撃コーチには日本ハム OB で、同じく野村の南海時代の教え子である柏原純一を投手コーチには元ロッテ監督で、かつての同僚、八木沢総六を配置するなど、 野村カラーを打ち出して開幕に臨んだ。出足の悪かった前年とは違い4月を5割で乗り切ると5月に月間13勝9敗で貯金を作り、6月9日には中日と同率ながら1992年以来2209日振りの首位に立つなど優勝が期待された。しかし6月後半以降は投手陣の高騰を打線が見殺しにする試合も目立ち、 7月18日の巨人戦で主力投手のダレルメイが一塁類審に暴力を振るって退場処分を受けるなど投手陣の駒不足も表面化。7月にはオールスターゲームを挟んで9連敗を起死し、5位に転落。また、主砲の大砲やス明やメイなど一部の主力選手と野村監督との確執が開幕後に表面化するなどチームが空中分解。 後半戦以降出場停止の命は、野村監督は俺を信用していないとして、マスコミに怪文書をばらまき、野村監督やフロントの怒りを買いシーズン途中で、対談。守護神弁リベラも故障でシーズン中に帰国した。チームは9月11日から、球団体記録の12連敗を喫し、借金15で一気に再位に転落。最終的に2年連続の再位でシーズンを終えた。 当時のホーム用を帽子、ヘルメットは縦縞柄であるが、第2戦、第3戦の全セリーグホーム試合にて、新庄はホーム用ユニフォームにビジター用と同様の黒一式の帽子、ヘルメットを和田もヘルメットのみ同じく黒一式のものを組み合わせて着用出場した。新庄は第3戦にて MVP を獲得。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談、ありがとうございます。